り、お前たちは世界の外から漂流してきたのか？お前たちがそこから離れて次の世界へ行こうとした時、見たこともない神がお前たちの前に現れたと。よそ者、お前たちの旅はここまでだ。誰？この天理の調停者がここで人の子のおごりに終焉を。こうして見知らぬ神が俺の妹ホタルを連れ去っていった。そして俺も神に封印され本来の力を失うことになる。あまたの世界を乗り越えてきた俺たちはここで囚われの身となった。果たしてそれから何年経ったのか俺にはもうわからない。でもいずれ必ず突き止めてみせる。目覚めてからずっと一人でさまよっていた。二ヶ月前君と出会うまで。おう、あの時お前がいなかったらオイラはもうとっくに溺れ死んでたからな。だからオイラも案内役頑張るぞ。そろそろ出発の時間だ、行こう。怖がらないで、安心して、僕は帰ってきたよ。あいつ、ドラゴンと話してる？
巨竜と戦えるほどの力を持っているとは、我々の客人となるか、それとも新たな嵐となるか。ジン、焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの？風魔竜は場外でも活動しているようだ。会ったらなるべく早く。焦る必要はないわ。私も協力するから。代理団長様、連れてきたぞ。なんとか収穫はあっただろ。風魔竜から遺跡を一つ奪うことに成功したな。ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあお先。ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。お前らの仕業だったんだな。ごくすきそんな。普段は仕事の効率が悪すぎる。問題ない。おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。僕が話すは古の始まり、神々がまだ大地を歩く時代の物語。天空の竜が空から降り立ち、世界のよろずに好奇を抱く。竜は自ら答えを探し、雑然とした世に目を回す。風の歌い手が琴をつなびき、天空のライアーがそれに応えた。竜は好奇に駆られし幼子で、過去の苦悩を忘却せしと飛翔しただけ。それは歌に耳を傾け、歌をそらんずる万物に己が心を理解させるために。歌い手と竜は伝説となり、暗黒の時代がやがて始まる。獅子の牙は朽ち、鷹の旗は落ち、一頭の悪竜が門戸に迫る。大聖堂は深紅の影に包まれ、ため息は詩人によって再び歌となった。天空の竜が召喚に応じ、暴風の中悪竜と殺戮に舞う。天空の竜は悪竜の毒血を飲み眠りに落ちる。蘇りし時、知る者は誰一人いない。今の人々はなぜ我を嫌う。天空のライアーは答えず、怒りと悲しみ、命と毒が涙となって、竜の目尻から流れる粒となる。歌は沈黙し、腐敗は進み、天空のライアーは話せなくなった。優しい子だったのに、今はこんな風に悲しみ、怒りに満ち溢れている。僕も涙の結晶を持ってるんだ。浄化をお願いできるかな。あいつ消えた。
動けな。そこで何をする。まずい、逃げろ。違いだったのかな。君の目はこの曲を懐かしんでいるように見えるよ。本当に話が。おい、金魚やろ。そいつに騙されるな。哀れな竜よ、そいつはそなたを捨てた。ほら、今もまたそなたのことを騙しに来た。バルバトス、憎み憤るといい、そなたはモンドを敵にしてしまった。もう戻れぬ。そいつらは君と共に我を殺しに来たのか。違う、この竜は真の主に仕えるべきだ。そなたたちはここで自分の無力さを嘆くがいい。トワリン、殿下、あなた様のしもべはまた勝利を勝ち取りました。あなた様の国がこの世に再び降臨するとき、我々はその栄光を手に。流災はこれで一件落着だ。私は騎士団を代表して市民たちの誤解を解き、事件が解決したことを知らせる。しかし
風魔竜が前触れもなくモンドを襲い、その後行方をくらませたのは、きっと市民たちの心に多くの疑問と不安を残すだろう。ううん、大丈夫。風向きは変わるものだからね。いつかそれも光さす方へと吹いてくれるはずだよ。その…天空のライアが！アルバドス様、バーバラは一生かけて謝罪をしても足りないわよ。はあ、いいや。天空のライアを僕に貸して。天空のライアーはもう貸せないわ。さて、逃げようか。僕が天空のライアーを修復する現実、いや魔法、 100% 完全無欠じゃないからね。何？お、金融野郎、おい逃げるな。使ってよかったわ。木の杭や米の袋に噛みついてモンドに迷惑をかけたんじゃない？それはハムスターじゃなくてネズミだと。今はあんたの話なんてどうでもいいの、無礼な吟遊詩人。盗撮を諦めたモンドの神、今はこの程度なのね。君が僕を嘲笑えるのはその主人から借りた力のおかげかな。口先ばかり。ああ、これが神の心。集めているチェスの駒とは程遠いわね。それは多分君にセンスがないからだと思うよ。神の心を手に入れたもの、行きましょう。騎士団が来る前に証拠を残さないようにね。